クワードはフリーなワープロソフトであり、キャリグラスイートプロジェクトの一部である。現在はワーズに名称変更。クワードのテキストレイアウト方式はフレームに基づくもので、Adobe フレームメーカーに似ている。フレームはページ上の任意の場所に置くことができ、そこにテキストやグラフィックスや埋め込みオブジェクトを配置できる。 新規ページは一つのフレームになっているがテキストはフレームを連結するクワードの機能を使ってフレームからフレームへ連続的に配置できるフレームを使うことで複雑なグラフィカルなレイアウトが比較的容易に実現できるクワードは1998年コフィスプロジェクトの一部として登場したもので Adobe フレームメーカーからフレームの考え方などを導入していた最初の作者は これが初めてのオブジェクト思考プログラミングであったため、コードは必ずしも最高のものではないと告白している。2000年、クワードには対処すべき問題が非常に多くあり、しかも誰も対処しようとしていないという状態にあった。その間、正式なリリースは全く行われていない。クワードと同様、フレームは多くの DTP アプリケーションで使われているが、DTP の場合は、 マスターページと呼ばれる概念があり、ユーザーが文書構造を設計できるようになっている。しかし、多くのユーザーはマスターページの背景にある概念を理解していないため、マスターページを使いこなすことができず、逆に使いやすさが犠牲になっている。クワードでは例えば1ページ内に収めたいテキストが多すぎる場合、新規ページ生成に際してフレームとその配置を マスターページからコピーする際に柔軟に対応できるようになっている。ありがとうございます。